何これ、ヒップホッパーのコーナーです。あ、そうですね、はい、ヒップホッパーが世の中に言いたいことを小声で言います。別に小声で言わないよ、別に。あ、全然大丈夫です。普通に声を大にして、大にして、じゃあお願いいたします。短期集中コーナーかもしれません。まあそうですね、ちょっとよくわかりません。はいはい、はい、まあ、なんかそのなんか、おいつも思うけど、じゃあなんかラップとかラッパーのこと言うとさ、ちょっとステレオタイプのさ、はい、なんか感じのイメージしかないじゃない、なんか、はい、そうですね、嫌だなと思うよね、今のラップ見てよって思うよね、うんうん、昔のいつのラップラッパーやってんのそれって言ってるよ、あ、ラッパーたちは。あ、そうですよ、表現は自由ですもんね、だってね。ラッパーって言うの、うん、ラッパーはラッパーでしょ。ラッパーはラッパーです、うんうん、って言ってたよ、はい、すげえみんなラッパーがでしょ、うん、はい、だからいいんじゃない、俺みたいなの見て、はい、俺みたいなラッパーがいてもいいんじゃない。全然いいと思います。ラジオネーム熱海のたこ焼きマントマン、はい、うん、そう。うん、そう。何もない。何にもない田舎に限って、うん、うん。うん、そうだよ。山菜を名産品だって言い張るよ。入ってきますね。そうです、入ってきますね。気持ちが入ってきますよ。インフンでる。インフン、三三。インフンでるっていうのもう古いからね。そうそうね。そうですよ、うん。ラップだからってね、インフン踏めばいいですから。魂ですから。そう。ラジオネーム、いわり。はい。言ってみようね。ヒップホッパーたるもの、グラタンが、想像以上に熱くても、おしっこ漏らしてならないよ。いや、歌詞が悪いからね。そうですね。歌詞悪いじゃん。あんまり良くない。全然良くないだろ。そうそう。それだって、今の。乗ってこないもん、だって。ね。ふわりとか悪いんだもん。確かに。そうです。ラジオネームラッパーだけは。お願いします。行くぜ、ほら。ヒップホッパーたるもの、霊柩車を見たら親指隠せ。もしできなかったら内臓爆発するぞ。合ってる？いや、わかんない。合ってんじゃないですか？アリラップですから、これは。もう全然。大丈夫か、今。はい。ロマンシングサダ。はい。行くぜ。ちょっと待ってください。そっからちょっとボリュームが下がるんですよ。何？もう行くぜからちょっとボリューム下がっちゃうんで。だ、聞いてる人がこうボリューム上げたり下げたりしてると思うんですよね。うんってなっちゃうんで。まあ、なるべくだと、こう、この声のトーンと同じぐらいの。ラジオネーム、ロマンシングサダ。あ、そのぐらいの方がありがたいです。聞いてるよ、聞いてるよ。聞いてるよ。聞いてる、聞いてるぜ。聞いてるぜ。よー。聞いてるぜ。聞いてるよー。聞いてるかーい。聞いてるよー。裏筋切れた話をする友達にビビりながら話し合わせる俺ホーケー Don't forget 以上です。以上ですね。ヒップホッパーのコーナーですね。はい、ヒップホッパー、まあヒップホップですよね、うん、まあラップとかそんなこと、はい、聞く？お前ら二人でヒップホップみたいな。ないっすね。今誰が有名なの？今だからフリースタイルとかちょっと人気あるんじゃないですか。出てきてますね。フリースタイルってよく聞くんだけど俺あんまり理解できてない。あれどういうことなの？お互いを罵り合うんですよね。ディスですよね。あー、ディス、あれじゃあの、はい、ちょっと二人でちょっとディスやって。あー、フリースタイルですか、うん、あー、なるほど、よし、かも
いやいかもさ、うん、ちょっと参考にしたい。はい、わかりました。ちょっと一回じゃあフリースタイルいきます、うん、はい、おめえの親父はマジ死んでる、はい、でもお前のパソコンはマジ出る、イエー、おいおい、イエイ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 、お前の親父もマジ死んでる、相方の実家でセックスするナンセンス、イエイ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 カモン。何これ何こんなことで、全くこれです。こんなことだろ、はい、全くこういうことを即興でだからやるとやり合うみたいな。そんな、あんまりノリノリじゃなくていいのね、じゃあね。あ、そうそう、参考になったわ、じゃあ。大丈夫ね、イワッチ。よよー。なってますよよよよー。怖えな。寂しい。寂しい夜中。寂しい夜はいつもより長めに、長めに弁当を温めるぜ、麺。ちょっと凍えすぎて、ちょっと一人で何ぐらいの、はい、温めるぜ、麺なだけわかりました。じゃあね、グドンね、グドン。ヒップ。ちっちゃ。行くぞ。あ、ヒップ。ヘイ、カモン。ヘイ、ヘイ。ヘイ、ヘイ、ヘイ。ヘイ、ヘイ、カモン。ヘイ、ヘイ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 。ヘイ。へいへいへい、わー、いや、読んでください、もう早く。見てください。へいへいばっかり言ってないで。なんでへいへいばっかり言ってるんですか。うさくは気を切る。へいへいこう。へいへい、いや、なんでへいへい言わせる人。行くぜ。ヒップホッパーであるから、ヒップホッパーであるからには、ツイッターで、アイドルから、うん、あ、ブロックされても、決して、動じず、慌てずに、新しいアカウントを作成だよ。マジだ！すげえコーナーっすね、これ。何すか、これ。ヨシさん、これ。フリーラップ。すごいなぁ。どういうことなんだろう。伝わってんのかな。ゲスナーさんの意図が。すごい。ラジオネーム。ほうひ、あまり、あまりのすけ。お前ら元気ないぞ。元気だぜ。イェーイ。何やってんだよ。イェーイ。見てんのか、俺のこと。長州さん。長州さん。よっしゃ、行くよ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 。ヒップホッパーたるもの、リップがかけた時は、それを、ちょっと待って、指でね、ちょっとさ、ニューヨーク、いや、わかんない、 これ伝わってます、え、指折れた後は指でいいですか、リップが折れた後は、間何もないですか、何の声だよ、どうしたらいいの、よかったわ、両者思ってくれて、一回もう分かったことない、ね、このガネ、むずいのか、文面にすると。ラップっぽくないんだよ、みんな書いてる曲が悪い。曲が悪いですか。そうか。ラジオね、マタミの竹脇マントマン。街の不良だと、お前らを何とかしたのは俺だろ。イエーイ。街。これ何なんですか。最初の問いかけコーナーなんだ、街の不良。イエーイ。なんで街の不良って呼びかけられて返事するんですか。どこでやってんすか、これは。俺もそうなんだわ。もうそうだ。イエーイ。イエーイ。え？いや、なんで。行くぞ。曲行くぞ。行ってくれ、早く。焼きたてのお餅をよ。アナルに入れると。いや、ちょっと。はぁ、いや、こっち来た、また。ディスってんじゃねえ。いや、いや、ね、聞けよ。いや、聞いて、聞いて、いや。焼きたてのお餅をよ。アナルに入れると。やけどした後に。
中で固まって一生取れなくなるよ。Don't forget。ドッポゲじゃない。ドッポゲじゃねえっすよこれ。わかんないもう。やべえっしょこのコーナー。全然わかんない。Don't forget って何？いい声で。Don't forget。Don't forget って何？忘れんな、忘れんなみたいな。お前らいいか忘れんな。Don't forget ね。ラジオネームラッパーザギマチョフ。サングラス。サングラスつけて、イエーイ。イエーイ。サングラス。サングラス。おい。イエーイ。イエーイ。やめてんこの部分なんなんこのコーナーのレスポンスなんなんすよ。やめんなよ、てめえ。行くぞ。イエーイ。ヒップホッパーなら、チンコをもぎ取って、竿は、縁の下に投げて、金玉屋根の上に投げろ。そしたらもっとでかいチンコ生えてくるぞ。Don't forget。 何なんすか。だから Don't forget って何なんすか。入試みたいな。ヒップホッパー、ヒップホッパーが世の中に言いたいことをやります。はい、曲もだいぶかかってたのちょっと、もうちょっとだいぶ覚えてきて、はい、早いんだろ最近のラップは。そうなんですよ、実は。そうなんですよ。そういうことね、はい、あのだよねーだよねーじゃないんだ。そんなテンポじゃないです。セーバラメソララ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 ラディスり合おうぜ。だから、そうなんですよ。やっぱディスの文化なんで。そうです、ヒップホップ。本当その通りです。こいつら。はい。このクソ童貞。そうです。童貞方形ゲスナーと思って。はい。もう、そうです。そうです。ディスってこいよ。ディスです。あ、そうそうそう。煽っていいわけですから。はい。ディノス。なんで言ったんですか、ディノス。ディノス、通販ね。そう、なんで通販文化じゃないの。違います。ディスの、ディスの、ディノスの文化です。ディスの、ディスです。ディスの、ディスのじゃないです。ディス、ディスです。ディスル、ディスル。D-I-S、ディスです。ディス、ディス、ディス。ディスじゃないです。ディスです。じゃなくて、ディスルって何ですか。ディスリスペクト、ディスリスペクトですかね。ラジオネーム、チェラモ。ベネット静かに暮らしたい。先生では、言うな。はぁ、えぇ、ー、えぇ、ー、なんだ、何言ってんだ。何言ってんだ。おい、クソ野郎。何丁目だ。何丁目だよ。何丁目って。それ聞いてどうしようか。何丁目。2丁目。2丁目終わってる。ミスられた。ミスられた。ディスられた。ええー、ヒップホッパー聞いてるか。聞いてるか。静電気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 が気になるやつは一回手を抜くかに連れておくと電気が逃げていくぞ。ちょっとごめんなさい。だいぶ来た。いや、スピード上がった。スピード上がったんですけど、ちょっと分かりづらくなっちゃって。ああ、遅かった。いや、でもだいぶ俺、ちょっと、全く分かってないの。もうちょっとペース落としてもいいかもしれない。ラジオの夜嫌いの夜行性。ペース落として、ペース落とすね、バカ。イェーイ。ペース落とす人生か。あ、ペースだ。ペース落とす人生の、の、の。ピース落とす人生はノー。これはノー。こんなラッパー見たことねえ。こんなコール&レスポンス。ノーって言わないでしょ。ノーって客に言わせるラッパーの。ねえねえ、そんな。お前らピース落とす人生。ヒップホッパーの大きいって、先輩ヒップホッパーにメール向かってこいと、ゼロの時スタートの最下位で、マジで僕らが止まってくれない。いやいや。チェッテッサー。チェッテッサーじゃないんですよ。チェッテッサーじゃないんですよ。何チェッテッサーって。チェッテッサーって何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 
ラ、うまくわかる。ちょっと、スペ、早すぎてちょっと。ちょっとさ、アゴが出てんな、アゴが。出てさ、イェイイェイって言ってくれ。ラジオネーム、さよなら、太ももたい。テクテク。やってくれ。トクトクって。やってますか、トクトクは。やってんのか、お前の人生やってるって言えんのか、そのままで。ノー。って、だから何なんですか。ノーって何なんですか。ノーというコールアンドレスポンス何なんですか。牛乳を飲みながら、アンパン食うと、より甘くなってめちゃくちゃ美味しいぞ。ちょっとさ。個人一層師匠みたいな、最後。いや、これどうしたらいいのこれ。わかんないです、これ何なんですか。ちょっとマジで。はい。全然なんか、もっとちゃんと、お前、これ、リリックだろ。はい、リリック。リリックが悪いんだよ、お前ら。ちょっとリリックはですが。ゲズラもラップ知らねえんだろ。もっとやっぱディスだから。確かに。ダンスとか。そう。インオフとかね。こっちないんですよ、だから。ディスです。ラジオネーム、ブラザーオフフットオブスティール。ああそうだろ。イエーイ。なんだお前。苦しいだろ、生活。イエーイ。おかしいだろ、いつもなんか。泣いてるか。ノー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 ちゃんだ。おい。ノーちゃんだ。お前は、泣いてんのか。泣いてないのか。はっきりしろよ。泣いてんのか？泣いてない。何ですか、だからこれ。なんで言葉をいや、違う、せめてイエス、ノーとかイエーとかで違う。言葉を求めるって何ですか。乗ってるかイエーみたいなことですね。俺らプラリモノじゃねえ。発生がね、動く仕組みじゃねえ。だから俺のこの後の予定は少しだけ寝てからバイト行くぜ、カモン、マイメン。どんボケ出た、どんボケ出たよ。でも今の良かったんですか。今の近いラップっぽい。本当最後のところ良かったです、はい、最後のところすごい良かったです。酒の母ちゃんションベンババ僕だろう。悪口言うなよ。ただシンプルなやつディス。いや、これディスじゃないです。まあまあありますよね。終わり。さあ続いてのコーナー、ヒップホッパー。来たヒップホップやってますけどね、はい、なかなかうまくいってますけど、これ別に俺のせいじゃないと思ってんだよな。え、なんかお前らも悪いと思う。俺ら悪いですかね。別に結構コール&レスポンスを頑張ってやるよな。やっとしてんだよな。すいません、じゃあ頑張りましょう。はい、はい、頑張るって頑張るもんじゃねえから、そんなの。まあまあそうですね。自然と出てくるもんだから。うわ、あ、もう入ってる、ね、入ってる、入ってる。ラジオネームお湯。美味しいタケノコは地面に出たらもう遅い。What's up, New York? そう。ちょっと、お歌の会みたいな。はい、は？はい。死みたい。死みたい。は？すいません、すいません。は？イェーイ。は？イェーイ。なんて言った？イェーイ。なんて言った？イェーイ。ああ。あしらわれたことない。ラジオネーム。ジャストミートみたいな。あ、イェーイ。イェーイ。出た。イェーイ。ジャストミートみたいに。違うから。違うから。ジャストミートしてねえから。ラジオネームです。ジャストミートしてねえから。ジャストミートしてないです。ラジオネーム。ラジオネーム。ジャストミートしてるだろ。してねえ。いいかも。ラジオネーム、タクヨシロ。ヒップホッパーじゃならば、ノエズ。なんつ、本の間に、本の間に、はい。させる。させる。隠れてる。隠れてる。いや、言えるじゃん。スウェイ、スイ。スウェイ、スイ。つい白い。白、あ、白い。小さな。小さな。無理せえよ。わかんないわかんないわかんない。無理。虫を。スルーする。最初からやってください、それ。ヨーヨーヨーできて。なんでそんなしゃくれるんですか。しゃくれる必要ないもんな。こ
怖えよ。レジネームセンターです。ヒップホッパー謎かけ。ヒップホップとかけまして、うん、F1 のコースと解きます。うん、その心は、どちらも因果勝負でしょう。Don't forget! ちょっと、リリックにも問題あるかもしれないですね。そうですね。金土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 休み。金土休みって珍しいな。いつ休んだのお前ら。土曜か ?No!日曜か ?No! 月曜か ?No! いつ休んでんだ金土え金土何ですかこれ何これなんで内容休んでるか聞かれます。客に。いつ働いてんだえいつ働いてんだいつ働いてんだ何時何時9時5時9時5時お前そうかはい、9時5時お前は23時5時いろいろだな大丈夫だちょちょちょ、今の何だったんですか勤務時間聞くやついろんなやついるないろんみんないろんな時間に働いてくれててありがとうなありそう、深夜営業ありがとうそうですね、和田のゴールデンタイムは10時から深夜2時だからなできれば寝ろよイエーイよしよし夜嫌いの夜行性ヒップホッパーの起きて墓石に小便かけると罰当たるぞって久保塚洋介が言ってたぞマジイエーイ Don't forget! ヒヒヒバケモンじゃないですかもうバケモンバケモンそれ変な怖い老婆みたいな Don't forget 入れさせろケツに Don't forget 入れさせろケツに Don't forget 入れさせろって何 Don't forget ってあれなの酒の母ちゃん Don't forget クソババ急にディスられた急にディスるんだよラジオネーム日本語ラップおい、端っこ歩け、スマホの充電器人の家で使うとき一言声かける、これマストだろ。Don't forget! あ、確かにそうだ。うん、そうだろ、はい、その家で充電器。あ、はい、はい、そう。余談ですけどね。余談まで言ってくれるんですか、そのラッパー。ちょっと余談ですけどね。いや、もう楽観。5月31日はね、ハリソン・フォードさん。真鍋かおりさん。で、俺の有吉弘行さん。が誕生ですね。ああ。何なんですか今の。誰話か。よろしく。林家ペーだ。林家ペーさんだったか。そうか。気づくべきだった。だったか今の。ちょっとこれ余談ですよ、ね。いや、確かに言うわ。確かに言いますよ。聞いたことあるわ。なんで林家ペーやってんですかラップのコーナー。なんでだと思う。おい。お前、なんで、お前捕まった。お前捕まったな。ラッパー、なんでだと思うだって。なんで林家ペー。余談をどうしても言いたい。ラップで答えろ。なんで林家ペーやってるかっていうと、余談ってすごい言いたいからじゃないんですか。イェーイ。メン。ワーオ。ソクー。イェーイ。そう、グー。イェー。わぁ。わかんないです。じゃねえ、もうラップじゃねえ。すいません、わかんないです。聞かなかった。聞いたら僕が悪かったです。すいません。すいません。確かにむずいの、ラップ。むずいんだよ。ラップむずい。素人が調子乗って言うな。すいません。すぐネットに書き込みやがって、俺の悪口。悪口。俺のラップの悪口。ネットで書いてるの見たぞ。いや、書いてる。英語サーチって見たぞ、俺も。僕らじゃない。お前だろ。僕らじゃない。書いてあったぞ、矢口恵袋に。俺のラップ出せって書いてあるの誰だ。僕らじゃない。みんなで僕らじゃないよ。何ですか、この。何ですか、それ。満腹でいなり。ヒッ
ップホップの極意は帽子逆さにかぶってガム噛んでること。よう。よう。そう。いやアイスですそれ。その CM は。いやね満腹的なり。俺はヒップホッパーだからオシレット止まるまで浴び続けるよー。よー。いえ。なんつよ。大泉。よー。いいよ。実はいいですって。いやコンビネーションすごいな。入れなくていいですよ。すごい。いや何で楽しんでるんですか。吉田。よー。いやいいですって。いいためがあるな。何のコーナーなんですかこれ。なんだよ。いやすいません。終わる。よ。さあ続いてのコーナーもヒップホッパーです。まあ今日はもうねもう2時間にわたってずっとヒップホップをね、うん、まあね確かにフリースタイルで結構いろいろやってきたからね、はい、まあでもまあ。はいもうずっともう喧嘩もしてきたしな。そうですね。ディスり合いの喧嘩。まあディスり合いもしてきたし、まあ、まあ、そろそろまあリスペクトみたいなことをして。なんでかつってやっぱこれでお前と会うのも最後だからな。まあ常にそうそうそうラジオはそういう意味でちょっと悲しい気分になってきた。うわ嬉しい。これもちっちゃくなってきましたんだね。はい。いやまだありがとうな。入った入った。はい。何か欲しいもあるよ。欲しいもあるか。プレステ、プレステ、ワンか。ワン、フォー、フォー、ワンか、フォー、ツーか、ノー、スリーか、ノー、フォー、フォー。オッケー、オッケー、やった。喜んでくれた。何のゲームそんな。メタルギアソリッド。メタルギアソリッド。ワンか。ノー。ツーか。ノー。スリーか。ノー。フォーか。フォー。何なんですかこれ。うまくできた。うまくできた。オーケー、最後だからな。ちょっと悲しいけど、やろう。やばい。やってもいいかな。イエーイ。ん？やってもいいかな。いいと思う。はい。噛み切った。噛み切ってない。噛み切ってない。噛み切った。噛み切ってない。え、言ってもいいかな。いいと思う。ええってなんなん。いいともラッパー。ラジオネーム。石野正彦。シチューとかカレーとか温めすぎるとクソだーち。え？だからクマちゃんとフーフーしなきゃダメ。What's up New York? What's up New York? What's up New York? なんつってんのかちょっと分かんなかったです今。なんちゅってたかちょっと。声の声量じゃなくなんか。はい。声量高校。声量高校松井秀喜。はい。はい。はい。ありがとうございます。はい。声量高校松井秀喜。松井秀喜。あ、松井？エミネム？マイク。松井だったんだあれ。エミネムにあれ入ってたの。松井とのコラボ。読売。松井秀喜。松田。星稜高校。やりました今松井秀喜のドラフト。ラップ言ってくださいよ、さん。最後だから。いいじゃないですか。いっぱい来てますから。最後ですから。あれ、やっぱり来てるな、謎の音。謎の音。ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。本当は家賃2万だけど、親には3万って言ってるから1万余る。親が悲しむぞと友達は言う。だけど、だけど、うん、親が知らなければ俺の自由、フリーダム。チェケラーチェケラーじゃない明るく。いっぱいいたのか、いっぱいいたのいっぱいいた、勢ぞろいでチェケラー。かわいい女の子たちが。チェケラーかわいいなぁ、今の。せーの、チェケラー何笑ってんだよ、はい、最後だって。
すいません。すいません。悲しくないのよ。悲しい。悲しいだろ。悲しい。悲んで笑うんだよ。すいません。なんで笑うんだよ。すいません。悲しいのに。すいません。泣いちゃった。MC 泣いちゃった。やばいやばい。ごめんね。ごめんね。ごめんね。泣かないで。泣かないでね。泣かないで。そうだよ。ごめんね。ごめんね。ゾンビ。ゾンビ。ジオネーム。何？グドンだグドン。何今の。ヒップホッパーたるもの、ペットボトルを常に部屋に3本常備して、タイトルを取っ、すまん。ヒップホッパーたるもの、ペットボトルは常に部屋に3本常備してトイレに行くぜ、手間省くぜ、メン。チェケラーかわいい。せーの、チェケラーいや、パスパス。なんでみんなで言うんすか、チェケラーを。言いたくなるな。世界が平和でありますように。めっちゃかっこいい。めちゃくちゃかっこいい。世界が平和でありますように。社会が平凡な、平凡な生活できますように。いえいえいえ、マジで平凡な生活なんかしねえぜ。乗るぜ、俺は。ベンツのゲレンデ。天然でこのまま勝ち取るわけにはいかねえんだ。全部、勝ち取るぜ、計算で。若いな。若いな、俺はマジでベテラン。テヘランに埋めるわけにはいかねえんだ、俺のこの命。そんなレップしてるよじゃまだ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 ってまだ言われてるが、俺はこのままライムしてくぜ。丁寧なライムで敬礼はしねえぜ誰にもな。酒井ダサい、酒井ダサい、また来たぜこの This is a pen Yeah マジですリスペクトしてるぜ新井中、かなりクールなアライチュー。Don't forget. Don't forget. Don't forget. 何それ何それ何それ今の最後の。Don't forget. 連続。タパアホの子。タコさん。タコさんだから。タコさんだから。自由かよ、このコーナーでさ。グドンなグドン。今日もあんなるに入れるぜ、ビー玉。懲りずに3個入れるぜ、いい玉。ローションつけずに入れるのがいいんだな。まさに俺は人間ビー玉マンよ。よいいですよ。よよよよよで遊ぶんだよ、これ。後半一番最後のとこでね。10年満腹手なり。ケチャップとマヨネーズ、容器は一緒だけど色が全然違うよ。どうにあ、忘れんなってどういうこと最後、Don't forget. Don't forget, no, no. Don't forget. そう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 。そうそうそう。Can't forget. No, 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 no. Don't forget. そう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 。そうそうそうって何？週かよ。MC のそうそうそう。何すかそれ。おい、みんな、仲良くしような。イェーイ。酒井の母ちゃん、ドンホゲクソババー。いえ、また来たぜ、俺のディス。俺の母ちゃんへディス。俺のディスなら何でも受けるが、母ちゃんのディスだけ、マジで許さねえぜ。ドンフォゲクさあ、続いてはね、ヒップホッパーのコーナーなんですけど、まぁ、ちょっと先週のね、うん、ジムさん。ジムさん、あれですね、だから、酒井ですね。ジムさん。ダサイさん。ダサイさんね。ジムによく行ってらっしゃる。ジムラさん。ジムラさん。通称ジムさんですね。ジムさん。はいはいはい、ジムさんが、まあ、最後、いろいろやってくれたんでね。かなり良かったですよね。盛り上がってね。もうなんか、もうちょっと一つ終わったかなと思って、ね、俺もやっぱりジムさんに比べると、全然ダメだなと思ったんですけど。ただ、もうちょっと、だから、その、はい、まあ、残念だけど、やっぱりちょっと電車オタクとおじいちゃん相手だとね、その、いや、まあね、僕もやっぱで、うん、当然ディスるわけにもいかないし、うん、そう、あのグループ感みたいなのも出てこないからね、ちょっとそれ、またちょっと一人旅が始まるのかなと思うと、なかなか。いや、すごいですね。だからちょっとまあ、これもだからもう、まあ、アリラップフェス開催はもう5年越し、うん、6年越しのやっぱり大きな夢だからね。そうなんですか？はあ、前から。そう言ってますもんね。だからそれは、まあ、一回どっかでちょっと休むかもしれないよね。また休んで、またちょっとヒップホッパー
のアシスタントが来た時にちょっとまた対決していくって形になるかもしれないですね。ああ、そうか、できる人やないとね。だから、まあ、だから今月はひょっとしたら、まあ、山崎さんの濡れとるやないかいのコーナーが復活ですか？復活するかもしれないけどね。うん、やってみないと分かんないからね。ちょっとああいうふうにまとめて待ってくれるかもしれませんけど。ああ、ああいうのをね、うん。はいはいはい。いや、よかったですね。ラジオネーム、サザムシ。これちっちゃいの。ヒップホップ。なんでちっちゃいのこれ。ちっちゃいな、これほんと。いや、もうちょい、もうちょいお願いします。ウィスパーだよな。ウィスパーつけてる。イェーイ。男なのに男なのにウィスパーつけてるの？ノー。いや、いいね。真似しなくて。そんなんかなと思って。全然これ違うから。違うんだよ、ね、ですか。お前らの、お前らのにやっぱグルーヴ感があるだろう。いや、こう投げられてどうしたらいいんだろう。いや、見に行ったことないんだから、それ、フリースタイルダンジョンとか。見たことありますね。いや、怪獣行ったことないんだろ。怪獣ないっす。そんなやつだと、やでねえよ。ちっちゃいな、これ。すっごいちっちゃい声ですね。かす。いや、俺のもん、あれだ。一人だ。ヒップホッパーの、で、いや。ヒップホッパーのの、ちっちゃい。何がなんて言ってるんですか。あ、わかんないよ、これちっちゃすぎてね。もうちょい上げてもらいません、うん、もうちょっとでいいんで、うん、上げる、テンション、いや、ボリューム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 がそっちで調整しろよ。いやいやいや、ちょっと上げられるでしょ、自分でもうちょい、うん、ちょっと差し替え出して、はい、ヒップホップはちゃんとやらしてよ。いやいやいや、聞いてるよ。聞いてる聞いてる。ヒップホッパーの規定や、ヒップホッパーたるもんの、持ち的に袋持っていかない、パーカーのフードに、パーカーの、パーカーの、パーカーの、ごめんなさい。パーカーの、なんで出んねん。なんか詰まってるのかな、最初からして。あ、ごめん。最初かな、どうヒップホッパーの、で、や、ヒップホッパーたるもの、持ち投げに袋を持っていかない。パーカーの、いや、ちょっと。フードに入れるよ。よよよなんで、そんな小さいんですか？このコーナーの急に、いや、さっきまで出てたでしょ。ラップ知らないからでしょ。めちゃめちゃ使うから。何を？体力と喉。すごい使ってる。体力と喉。喉使ってますか？体力と喉、まあ、ほぼイコールだけど、体力の中に入るけどね。喉が、うんうんうん。ラジオネーム、すまたまたぞ。はい。メダカも同じ魚なのに、なに。滑舌も、滑舌も怪しくなって。ラップしてる。はい、そうですね。落語じゃないんだから。えメダカも同じ魚なのに、マグロの方が断然美味しいよ。YO! これラップじゃないんですって。わかってな、これ、ね、あの、聞いてる、送ってくる奴らも知らねえからな、また、一歩一歩。懐かしいな、あの、ジムさんとやってる頃が。ジムさん、いやいや、ジムさん。ジムさんね。あ、ジムさんとね。ああ。ラジオのラッパーザキバチョ、はい、汚いうんこがテレビに映ってるなぁ、と思ったけど、よーくよーく見たらね、ミノモンタだったよ。Don't forget! わざわざそんなやること、ちょっとこのコーナーもうちょっとやっぱり、やっぱいい相手がいないとラップバトルにならないから。いや、バトルも何も。もうやっぱりあの最高のギグ、ギグやったばっかりだから、ちょっとやっぱり、このやっぱり一人の船旅、うん、はい、一人グランドラインを後悔するのはきついな、やっぱり。ええー、僕らのせいですか、これ。ちょっとやらなあかんかな、ラジオの真田虫。やりますよ、うん、やろう。ヒップホッパーは、ヒップホッパーは、こっちの方が体力使えてるから。ヒップホッパーは韻を踏まう。うん。綺麗な花は踏まない。Don't forget! ブレイクしまーす。続いてヒップホッパーのコーナーですね。来た。来た。
まあずっと やってきたんですけど、なかなか上達しないし恥ずかしいから、うんうん、ちょっとまあ武者修行ですけどね、今から今日からね、ここから、はい、まあ皆さんから送られてきたラップに、はい、フリースタイルで対応していこうと。対決ですね、対決なんですかね、はい、いきますか。じゃあいきますか、はい、山崎が読みます。わかりますね、うん、ラジオネーム謎解きポテト。ヘイ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 有吉、ラップの才能全くねえ、ズル向けの利点も全くねえ、お前の友達に西堀しかいねえ。YO! おい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 、この野郎。おい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 、この野郎。繰り返した。ヘイ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 、この野郎。おいおい、言い過ぎだよ。対応してた。口が滑って君をこぼらした。何？ヒップホップやってるからさ。J-POP の人ちょっと今邪魔。J-POP の人今いらないの。今ヒップホップやってるから俺ら。口滑らせたんで、口滑らせてっていうことで。いや J-POP の人いらないから。普通に歌っちゃった。人いらないんですか。はい、すいません、間違えて入っちゃいました、すいません。はい、バシバシ決まってんね。いやいや、声は出てきたね。そうでしょ、声出てきた。うん、声出てきたことで褒められるみたいな。いや、本当声出てるよ。あ、そういう、そういう意味ですね。はい。これ、コーナー終わるんだって。いきますか、次。ラジオネーム、いまだにバター犬。おい、坊ちゃん、ラップはアマちゃん。お前のフローは小声で聞こえない。ラップの時は小鳥みたいだね。家でシコシコ磨くんじゃなくて、ラップの スキルを磨きな。アマちゃん、アマちゃん、ジェジジーとアマちゃん、この野郎。なんだおい、この野郎。おい、嫌だったな。大きな声で、声をからして。やめて。関係ないから。いや、大きな声出してたね。関係ないから。俺の今、武者修行やってんだから。いや、楽しそうだと思う、僕も。J-POP。歌なんで。歌に境界線とか。J-POP来ないでよ。J-POP 呼んでないの？フリースタイル。フリースタイル。桜井さん、自分を J-POP って言わないだろ。I'm sorry. うるさいね。ごめんね、ごめんね。関係ない。有事講師。もうラップじゃないし、普通にギャグ言ってるだけなんで。この野郎、バカ野郎が多いよね。そうですね。バレたみたいな顔してます。もうみんなバレてます、それは。ドンフォゲ。山崎の父ちゃん、ドンフォゲ葬式クソジジイ。ラップっぽい。ドンフォゲ葬式クソジジイ。ディスンじゃねえぞ。茨城の山の中で葬式やるからみんな行くの大変だったぜ。うるせえよ。うるせえ、お前、バカにして七三で来やがったな、うちの父ちゃんの。いいから早く読めよ、じじい。すいません。なんでなんだろうね。ラジオネーム、はい、ラッパー先バチョフ、うん。外でしょっちゅううんこ漏らし、女も作らずスマホでオナニー。友達なし、悲しく哀れな有吉。お前にふさわしい場所は、棺桶の中だ。ひどすぎない。いやいや、これひどすぎるな。いやいやいや、そういう、完全にひどすぎる。そういうこと、言い方ひどい。いや、ラップの、そう、これはひどいわ。いや、これで戦って。これ名誉毀損だわ、完全に。いやいや、なんで急にマジなの。コーナーで見たら楽しいです。返してもらわないと、これ。いや。お前の住所調べること簡単にできるんだぞ。お前の住所調べたら、変な手紙家にいっぱい100通送ってやるか、この、クソ、この野郎。出た。おなじみのこの野郎。天下の放送。ちょっとぐらいの洗い物ならば、汚れ物ですよ。脱ぐのさずに全部食べてやる。なんでおう、ダーリン。君は誰ほら、返してこい、返してこい。返してこい、返してこいじゃないのよ。え？ミスチル返してくれ。ミスチル古今東西じゃないんだから。あれ、ミスチル古今東西に。あ、違う。俺だけ違うやつじゃん。そんなゲームじゃないんだよ。何なの。ええよ。いきますか。ラジオネーム3点。ヨーヨー、行くぜクソヨシ。まんじゅうフェイスのパンダ好き。顔面のパーツは真ん中に集まってパーティー。
髪型は七三、服装は七五三、元旦にペヤング食って喜んでるお地蔵さん、シラフじゃ風俗もいけねえチキン野郎、うん、40超えてる彼女もいねえ童貞小僧、うん、今に剥がすぜお前の化けの皮、そんで縫い付けるぜチンポの皮、イエーひどい。いやいや、いやちょっともうやだわ。違うんですよ。めちゃめちゃ悪口言ってくるじゃん。そういうもんですよね、ラップでね。何これ。でたこうディスリスペクトだから。ディスリスペクト、リスペクトが入ってないよ。いめちゃめちゃディスってくるじゃん。いや、それで対応どうするのかな。いや、俺嫌だわ、これ、もう。いや、なんでマジになっちゃうんですか。うん、でふざけて、こういう悪口を言って。ふざけて。ふざけてというか、そういうね、相手を挑発する意味でっていうことですね。で、韻を踏んでね、そうですね。こう来たりとか。言いすぎでしょ。ちょっと言いすぎちゃったみたいかな。うん。うん。もうちょっと抑えないと、そうなのかな、マジになっちゃうリスペクトがないと、そういうコーナーでやって。殺してやろうか。いや、違うんですよ。あんたの方がひどいこと言ってるよ。すごいこと言ったよ。それ、メインがね。ダメだ。あんまりひどいこと言うなよ。お。よ。よ。情けないわ。いきますか。ちょっとまだ練習中だから、徐々に、徐々に、徐々にできるから、いつか。今ちょっと言い方ひどいぞ、お前ら。結構気にするんだな。じゃあいきますよ。ラジオネーム、タモリス、タモリゾラ。ヨーヨー、ダセズル向け野郎にかますぜ、俺のレイク。最初から。おめえは時代遅れの劣等一物ぶら下げ。俺ら法敬意に得意げ。くせえ、汚えとバカの一つ覚え。みたいなディスだけで、バカじゃねえ。ヨーごめんな。イエーイ、あ、イエーイ、なんて言った、イエーイ、決死に情報で入れさせろ、大泉、Yo! 吉田、Don't forget no no Don't forget チンフォゲ No 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 Don't forget つながる母ちゃん Don't forget とまだ、イエーイ、また来たぜ俺の母ちゃんのディス、俺のディスなら何でも受けるが母ちゃんのディスだけマジで許さねえ、なんかかっこいいです。かっこいいですよね。かっこいいですね、これ。かっこいい。何回も聞きたい。辻君に新しいの作ってもらわなきゃいけないから。そのためにここで頑張って素材をいっぱい作らなきゃいけない。そうですね。なかなかでもこっちが難しい。うん。頑張らないといい。はい。頑張らないとはうるせえな。お前頑張れよ。頑張りますよ。俺頑張ろうぜってなんて言われる筋合いねえよ。頑張ってね、おじさんによ。いや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 。ヒップホッパー行きましょうね。行きましょう。電車の、電車のお前、電車ラップお前全然完成しなかったじゃないか、まあ、ずいぶん前に電車ラップやれって言ったら。電車ラップの方いけますよ、いつでもいい。小田急朝ぎゅうぎゅう。何言ってんだよ、全然ぎゅうぎゅうじゃねえ。ふくふく線完成するんだよ。2017年完成。2018年度まで待ってろよ。なんだ北海道新幹線4時間2分長えだろう。何言ってんだよ。乗り心地悪いぜ。寝ぼけたこと言ってんじゃねえよ。そんなやつは寝台列車の中段で寝てろ。中段上段下段。寝台列車の中段なんて次男坊じゃねえんだから乗りたくねえんだよ。何言ってんだ、あれがなんかいい感じだろう。旅情があってよ。583小田急ぎゅうぎゅう。小田急ぎゅうぎゅう。そのうち解消されるぜ。頼むから。開かずの踏切小田急ぎゅうぎゅう。何言ってんだよ。よよよよ山陽新幹線だよ。小田急の東北沢ちょっと意味のわからない止まりすぎ。何言ってんだ、普通のラップしてんじゃねえ。俺は特急、お前は普通。好きな特急ロマンスカー。ロマンスカーとなんか年寄りしか乗っちゃいけねえみたいな名前だな。何言ってんさっきからぐる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 同じこと言ってんじゃねえ。お前は山手線かよ。小田急ぎゅうぎゅう、朝ぎゅうぎゅう、朝ぎゅうぎゅうはもうだからそろそろ南新宿のあたりもスピードダウン、変なスピードダウン。確かにあそこは踏切があるからやボトルネック現象が起きるんだよ。それは確かにご迷惑をかけてます。申し訳ない。京王線たまに古すぎる電車がある。何言ってんだ、あれは7000系で名車だろうがよ。もともとは5000系も好きだったけど、7000系もいいだろうよ。高尾山行くときちょっと乗り換え難しい。あ、確かにそれは難しい。それは難しい。白線の内側に下がります。下がった。北、あの、はい。品川の辺、品川の辺全然電車わかんねえ。
それは勉強不足だろお前の。いや臨海、臨海ってなんだよ。なんであれが東京臨海高速鉄道臨海線だろう。それぐらい覚えられる。いつの間にか臨海になって、いつの間にか他の電車に変わるなよ、うん、同じ電車のくせに。あれは埼京線に乗り入れてるんだよ。新木場から埼京線の方に行けて便利だろうか。勝手に変わるなよ。あれは勝手に変わらないよ。何してんだよ。あれは相互直通運転だろうよ。相互直通運転なんてこっちよく知らねえから、たまにどっか遠く行くときそれ不安すぎるだろう。そんなことないよ。たまに大崎止まりもあるだろうよ。止まるなよ。どっちなんだよ。便利がいいのか。これフリースタイルだろうかこれ。なんだよ、おじじい。なんだよ、止める。いや、おじいさん読んでやる。毎回毎回我慢しきれず、いいのよ入ってこなくて。いやいや、俺も寂しい。若者がやって寂しいんだ、おじいちゃんっていうのは。いやいや、若くない、そんなに若くないな。変わってない。俺でもいいんだよお前。いやいやいや、ボキャブラ世代気分で突っ込まないでくれよ。そうの、じゃあこっち行きます。行けよ早く。ラジオネーム騙しやすけしん。お前の名前はありよし、仕事終わり、マジでやることなし、孤独な帰り道上、マジで友達いない、3年以内にかわいそうな孤独し、お前なんかに嫁さん来ない、一生一人、寂しくせんずりこいてドリーマー。YO! せんずり、せんずり、せんずりって、なんそんな、しもれた、あんま言わない方がいいんじゃない？いやいや。ラップラップ。そうそう。ラップで返してくれないと。何？ 3 年死ぬの？え？いやいや、3年死ぬの？なんでさっきあの電車でやってたの？ 3 年死ぬじゃん。いや、それは別にそういう意味じゃなくて、こう、挑発ですよ、挑発。なんでそんな挑発するの？ 3 年死ぬ。占い師の太木よしこ先生？いや、太木よしこじゃなくて、こう、いや、その、違いますよ、これ。こういうフリースタイルで。やり返してください。そうそう。やり返してなんだよ。いや、さっきやったじゃないですか。そう、電車の時結構ね、ガンガン来てたんですけどね。なんでやんなくなった？なんで山崎さんがそんな偉そうな顔すんねん。いやいやいや、そうじゃなくてこれほら。なんで俺が殺されようとしてんの？やり返せやり返せとか。いや、それメールが来て。メール？はい。それコーナーですから。そんな読むなよ。いやいやいや、読まないとこのコーナー成立しないでしょ、これ。いや、そんなひどいの読まなくて、もっと楽しいやつ。じゃあ、サザエさんみたいな。サザエさんはちょっとないかもしれない。次行きましょうか、じゃあ。ラジオネーム、クレイジークレイジー。危なそうだなぁ。ラップができねえ自分と向き合え。ポコチンバイキン、いっぱいずるむけ。ダッチワイフにでも腰振っとけ。お前のプライベートはフライデーに包むけ。Don't forget! いや、あんまり言わないで、そんなフライデーとか。いや、これで。週刊誌のあんなクソみたいな、あんな、普通、ただ日常映してるような、はい、あんなクソみたいな記事のこと、ネチネチ言ったら、もう向こうが喜ぶだけだよ、そんな。いや、口調を言うなよ、そんな。せめて。あの、フリースタイル返してくれないと、バトル。腕キュウキュウキュウ。何言ってんだよ。何言ってるかわかりません。俺が好きなのは中央線。中央線は、日曜日。ああ、停車駅が変わる。日曜日停車駅が変わるから、こっち素人だからめちゃ焦る。何それはよくわかる。でも中央線もカイジとかアズサが走っててかっこいいぜ。阿佐ヶ谷にすげえ巨乳で乳輪のでかい女がいたぜ。それは鉄道と関係ないだろう。何言ってんだよ。いや、その、この家に来てから中央線乗ってたけど、日曜日停車駅が違うからめちゃ焦ったぜ。知らねえよ。そんなポンコツ野郎は車庫に入ってるよ。阿佐ヶ谷のことは俺、乳輪駅って呼んでるぜ。そんな呼び方するんじゃねえよ。あそこは阿佐ヶ谷だよ。確かに停車駅は分かりづらいな。ここだと入るんだよな。なんなんだよ、うるさいな。いやいや、あの、今や、フリースタイルでやってんだから。いや、そう、そうですよ。だリスナーがほら、置いてけぼりになっちゃうから、これ。リスナーが置いてけぼりなんて、あんたが気にすることじゃねえんだよ。いやいやいや、一応ね。そいつら俺の悪口ばっかり書いてくる。それを返してくれないと。今日は終わり。さあ、続いてはこのヒップホッパーの子は、もう、はい、ちょっとリスナーのライム、ディスに、うん、まあ、フリースタイルでずっと対応して戦い続けてるんですけど、はい、またちょっとね、ここでちょっと勉強しなきゃなと思って、この前もあのフリースタイルダンジョンですか、うん、テレビで見まして、あ、本当ですか。般若の、はい、カナダ君が出てたね。いや、カナダ君じゃないですね。あ、違う人です、般若の。般若の方の般若ですね。
いや、ひらがなの。カナダ君でしょ。いや、お笑いの方じゃなくてね。はい、あ、ラッパーの。カナダじゃなくて、どっちだ。カナダじゃなくて。川島でもないですよ。そういうことじゃないです。そういうことじゃない。川島ガンだったね。いや、かわいいね。でも若いのにさ。すごくないでも。よかったですけどね。よかったよね、でも。助かってよかったですけど。若い人だって、ガンの進行も早いって言うじゃないですか。いや、まあそうですけど。心配だって。でもそっちの反応じゃないですね、あれは。じゃないね。はい、じゃない。はい。じゃあ行きますか。今日はちょっとまあ、はい。たまね、桜井さんも来てくれてるから。はい。お願いします。で、桜井さんってでもあんまりこうヒップホップは聞かないですか。まあでもその参考程度に聞いたり、うん、まあ学 MC と一緒にやったりもしてるから。うん、学 MC って北別府学いや違います、学学さんじゃないです。じゃあまた別人の人です。学北別府学さんじゃないじゃないです、学学校の学ですけど違います。はい、メロ、はい、いきます。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。ダセえ、ラジオネームだな。クソバカよ。友なし、彼女なし、仕事ばかり。つまんねえ人生、芸能界のみ。動画も老けて顔にはしみ。金使わず生活は地味。そんなことでは結婚は無理。東京一人ぼっち、絶対孤独し。ヒルバン。おしゅう。返し。声になってないですね。シューシューしか聞こえないけど。空気音しか聞こえない。シルシー。ああ。桜井さんが。シルシー。桜井さん来た。シーソーゲン。お、シー、シーつながり。シワバエコトエコン。シーソーゲン。いつだって。俺二人いるな、桜井さんが。友人の今はマジでマジで。何これ。何人さんで作りたいわけじゃない。シュバを待ってさんじゃつらい。ゆかね恋の歌。何のコーナーよこれ。あれバチバチじゃないですよ。あれ歌で返す。違う、フリースタイルですから、こうガンガン返してもらわないとダメで。うるせえんだよ、坊さんがよ。いや、坊さんじゃよ、ここ。ってきたな。お経ばっかりとこないがって。お経行きますよ、じゃあ次。お経やめてください。お、ラップ行きますから。はい。ラジオネーム三平。うん、やばいな。サルガン席の音痴担当。遠くのレベル見またまたぞ。風俗上のうんこ食いそう。アナルについたニラも食うぞ。独身貴族のクソまんじゅう、美人な嫁さん募集中、ブスに好かれて五輪中だぞ、イエーヨーヨーじゃねえよ、バカ。なんだヨー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 。いやいや、ラップでやるんで、返すんですよ。なんで嫌なことばっかり言うな、ほんとに毎回。いや、いつもやろうと思うけど、そんなのばっかりだからさ、俺の悪口ばっかり言うじゃん。いや、そこで返さないと、そういう子なんか欲しんだれたらいいな、もう、欲しんで、もう。さよほら会えなくなるけど寂しくなんかないよ。そのうちきっと大きな声で笑える日が来るから。動き出した僕の夢。なんやこれ。だが嫌な声で星になれたらいいな。二人でコーラスやるの。メインがいないじゃん。いや、コーナー違いますからね。みんなで桜井じゃないから。返したでしょ、それより星になれたらいいなっていうさ、こんな悪いことばっかじゃなくて。ガンガン来いと。で、バンバンディスってやってるね。綺麗な歌詞やったら星になれたらいいなって。いや、俺もほんとそう思うよね。でもっとこ返して喧嘩ですから、バトルする。そう、汚れたことには綺麗な言葉でも返さないと。そうだよ、はい、いや、ちょっと返して、ちょっとお願いしますよ、はい、じゃあ行きますよ、はい、ラジオネーム、ブラザーフットオブスティール。ダッセラバイ。そこだけすごいんだよ。そうだ、そこはここ始まると弱いんだよ。そうですね、はい、よいよいよ、盛り上がってんなら声上げろよ。せっかく日曜の夜だってのに、うん、てめえの威嚇性顔で台無し、玉無し、嫁無し、解消無し、有吉てめえは便所のたわし、足が臭い女思い出して今日も一人でしこってろ。よう。いや、どういう教育受けてんのそれ。いやいや、親から。このコーナー分かってる。ひどくない、そんな悪口バンバンよく出てくるね。
いやいや、まあ、そう汚い家なんだろ、どうせ。もう、台所とか汚いんだろ。ちょっとぐらいの洗い物なら、なんかちょっとぐらいの洗い物なら、残してちょっとぐらいの汚れ物ならば、残さずに全部食べている。わーだーありんだーりん。君は誰だーりん。真実を握り。ダーリン、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 曲がってもたダーリンで、いろんな角度からヌンダッパーダーリン、歌詞わかんなかったな。そのどれもが許して、僕は愛を思い知る。だダリダリン、どこにいるでしょ。人変わってるよ。資源もう。なんで先ほどもらわれないの。うるさいな、坊主がよ。いや、坊主がよじゃなくてね。分かって、ラップのコーナーですよ。そうよ。お経のコーナーじゃないんですよ。じゃあ、お経の。一人お経やってんじゃん。怖いです、ラップやってるから。ジジ本番中にお経を唱え出すのやめて。ちゃんと俺ヒップホップやってますから。死にかける人間はお経とかに救いを求めるらしいな。ジジ坊主。いや結構そっちの方がひどいこと言ってるよ。長草坊主、頑張ってるよ。長草坊主、白髪染めやがってよ。別にその調子で来てよ。その調子で別にどこのライブ会場でテレビに出るわけでもねえのに白髪染めて。いやそれはいいだろ。別に街歩いてる人いっぱいいるだろ。じゃあその調子で、その調子で行きますよ、はい、ラジオネーム殺戮のちゃんこ、うん、よう地方 FM の小山の大将に行ってやるぜ。それでそれでしたつもりか大勝利。風俗だけが支えの孤独の中年男性のダサい顔面から溢れる変態性。ちょっとディスられただけですぐファック MC。 それがお前だクソヨシ。ごめんな。謝った。終わり。さあ続いてのコーナーはヒップホッパーのコーナーなんですけど、はい、まあリスナーのねライムですよね。まあ大体のやつらが俺のことディスってきやがるから、はい、まあリスペクトがないからね、はい、結構、うん、そう、まあちょっと腹立ってるけど、はい、まあそれでも俺まあうまいことね、うん、フリースタイルで対応してますんで、そうですね。これどうするの今回は。今月はお前ら どっちが読むの。はい、一応、まあ、一応台本上は僕になってますから、はい、はい、まあいいけどどっちでも一人ずついきますか。どっちでもいい。じゃあ一人ずつ進みましょうか。はい、うん、はい、それではラジオネームラッパーザキバチョフ。噛み上げて、ヒゲ野郎。さっき、先生ごきから。先生ごき。余白が多い顔面。中央に寄った目、鼻と目。ついだあだ名は風俗ずるむけまんじゅう。寂しく今日も一人で飲む焼酎。仕事増えて寂しさ増す。金が溜まっても女は抱けず。悲しい東京一人ぼっち。広島さっさと帰れめー。YO! 俺の生まれはアメリカのスラム街。ビビっただろ。腰抜かしてんじゃねえか。腰抜かしてんだ。いや、びっくりしました。今、相手は一言でズバッと切られた感じですから。スラム街って。あれだから。伊藤聖子さんが、バッと愛をしてあげる。普段を。決まりました、今。おー、すげえ。一撃必殺ですね。すごいですね。二小節もいらない感じが。やれやれ。はい。雑魚どもが。デブの陰金。デブの陰金クソメガネ。先に攻撃されちゃう。ちょっと待って、俺と戦うのやめてもらっていいですか。デブの送ってくれよ。俺のことがいいんですよ。クソメガネ。で、俺じゃないんですよ。相方めちゃくちゃ性格悪い。いやいや、もう止まってるんですよ、俺それに関しては。相方の顎長い。違う。この方と、今から呼びますんで、この方と。デブの陰金クソメガネ。だからもうこれしか言われないし。デブの陰金クソメガネ。森田正則先生の、森田正則先生に似顔絵描いてもらったの申し訳ないぜ。森田先生、ごめんよ。ごめんなさい、先生。俺みたいなデブの陰気があるの。カイソンとか書いてたのに。デブの陰気の絵描かせてすみません。ダメだ、読めない。ダメだ、俺に攻撃してくる。だいぶダメージよ。やだ、もう。ケツなしとかと戦ってくださいよ。なんでまっすぐ俺悪口言われるんすか。ごめんよな。先生も出てくるし。ラジオネームケツ出しエッフェル塔。まんじゅうずらした42歳。まんじゅうか、いや金玉だ。金玉腐った素人童貞。
ゲロブス風俗場に入れ込んで、汚えケツ舐めて腹壊せ、クソ漏らしたかガバガバアナル、金払ってさっさと帰れ。ちょっと待ってよ、もう石沢。本当か？信じられない。本当に書いてあるんですか？俺のアボーレたちがそんなこと言ってくるわけねえだろ。なんだそのカンターレ。言ってますよ、ケツ出しエッフェル塔が。嘘だよ、そんな。ケツ出しエッフェル塔なんて俺のよく知ってるアモーレだぜ。そんなカンターレだろ。やってくるわけねえだろ。いやいや、もう。嘘だろ。いや、かなりのカンターレでした、これは。はい。いや、ひどいね、ちょっと。だいぶね、辛口の。いや、俺はっきり言ってもう素人童貞じゃないから、もう童貞失った時もめちゃめちゃブスの先輩とセックスしてんだから。ブスだけど素人だったから、あれ。プロじゃなかったから。プロじゃなかった。めちゃめちゃブスな素人だったから。童貞失った時。やば。だからそんな嘘だから。そんな言われても俺何にも腹立たないよ。汚いケツ舐めて腹壊してないですか？汚いケツは、舐めて腹壊してねえよ。汚い女のケツから出たニラは食ったことある。もっと強烈。舐めんなよ！トップギュこれ、伊藤聖子さんあげますよ。ケツから出たニラ食った。はい、もう完全に俺の方がもうラブ&ピースラブ&ピースラブ&ピース、まあ、ラブ入ってますね、まあ、正義もほら、いけよ正義。わかりました、次の方いきましょう。続きまして、ラジオ。ゴミ食い男のデブマンジュ。ちょっと待ってくれ、ゴミどっから出てきた。インキンデブマンジュ。ちょっとやめてくれよ。やめてくれ。インキン餌ばっかりやってんじゃねえよ、デブ、おい。クソデブ野郎。俺が招いたわけじゃない。森田正則先生がお前らの結婚式にな、お祝いで似顔絵描いてくれたの申し訳ねえだろ。ごめんなさい。森田先生。俺がろくでなし。森田先生すいません、こんな陰気野郎だとは思わなかったでしょ。その時はかゆくなかったんです。書いてもらった後かゆくなったんです。毒でなし陰気、毒でなし陰気、毒でなし陰気。ダメだ、読めないよ。ダメだ。陰気暮らし、ちょっと待ってください。陰気暮らしは失礼ですよ、本当に。野球漫画陰気図。いやいや、もうルーキーズからの陰気図。わかんないですよ、それだったらもう芸人の、はい、ね、生活を描いた陰菌暮らし、はいはい、いや、出しゃってなんぼですから。高校、前田大孫というね、高校生たちの、はいはい、不良の物語を書いた陰菌、はいはい、陰菌底なしブルース。森田先生、こんな風に言われてますよ。違いますよ、先生。俺が言ってんじゃないですよ。俺はもう全科持ってるし、そんなし一個ね、もうみんな勘違いしないで、先生の漫画本当に面白いから。もう今日も私の完全勝利で、はい、一旦ブレイク。ヒップホッパーのコーナーです。リスナーのライムにフリースタイルで対応してます。どうぞよろしく。よろしくお願いします。はい、ではラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。売れてる芸人が抱くのはモデル、有吉はブスな風俗嬢を抱く、モテる芸人は美人の体を舐める、有吉はブスのアナルについたニラ食べる、哀れな人生の有吉、お前の人生行き場はなし。YO! アナルのニラの子は美人だった。あれ、もう始まってるか。いや、なんかそのテンション。反抗動機聞いてるわけじゃないですか。そんな怖いテンションで。なんだよ。いや、怖いです、もっと。ライムでみたいな。ブスの風俗。ブスの風俗。これちっちゃい。怖い。ちっちゃいな。ブスの風俗最高。ブスの風俗最高だ。全然言い産んでないっす。美人のモデルは緊張するな。バカ。バカ。言うね。次。次。じゃあ、ラジオネーム。ラッキーザキバチョフ。デブの声しやがって。ちょっと待ってください。まあ、デブが、デブらしくデブの声。俺と戦うんじゃないんですよ、これ。メガネデブ。やめてくださいよ。もうちょっとセンスあるのを言えるでしょ、有吉さん。なんすか、そのまっすぐな悪口。ラッキーザキバチョフと。ラッキーザキバチョフ。いや、そんな太ってないでしょ、俺。
喉死んでないそんな。取ってんじゃねえか。そんなことない。喉が詰まって。いやいや、じゃあ、飴も舐めますし。飴も舐めたらまた太る。でもそれ別にノンカロリーもありますし。ノンカロリーでも太るデブ。なんで俺たちはそんな上手に返せるんですか。空気を吸っても太るデブ。ちょっとやめてくださいよ。ちょっとやめてくださいよ。そんな声しないでしょ。なんだこの人だよ。やだよこれだよねー。ダメよねー。ザキバチョフと戦いましょう。俺はそんなバトル経験ないんです。代弁者ですから。ダメだよ。そんなダメだ。俺このコーナー全部作ったの。嫌だ。嫌な気持ちになる。なんかじゃあもうそれ代わりにザワ読んでくれ、はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。広島生まれ、まんじゅう育ち。まんじゅう顔のやつは大体友達。童顔フェイスが今やただのおじさん。頭が悪くてできない計算。アナルガバガバ、チンコクサクサ。顔もスタイルは悪くてし、お前の人生もう GN。YO! いやもうマジで俺ラジオやめたいよ。そんな風に思われてるんだったら。嫌だ、めちゃくちゃ。嫌じゃん、めちゃくちゃ嫌だわ。もうでもそういう風に思ってんだろう。アナルガバガバってもう、あいつは言ってましたからね。ね、ガバガバってね。何でも入る。アナルガバガバ何でも入る。怖い、この人。何でも入る。何でも入る。何でも入るから何でも持ってこい。俺のアナルは何でも入る。いいですよ。俺のアナルは何でも入る。二つのフレーズみたいな感じで言いますけど。小田急ぎゅうぎゅう的なやつですね。小田急ぎゅうぎゅう。俺ガバガバ。これ踏んでるのかどうか。俺のアナルは乗車率 2%。 ガバガバだ。これはすいてるな、これ。なんだ、まんじゅう顔大体友達っていい加減にしろ、ほんとに。次。はい。次。はい。ラジオネーム、ラッパーザキバチョ。またかよ、しつこいな。しつこい。いつも似合ってねえファッション。いつも無感情なパッション。服買うときに連れていく吉川。その姿はまるで保護者のようだ。遊ぶ相手はいつも西織。遊ぶ奴が少ないのを恥。友達がいない哀れな42歳。チンコも人の器もマジで小さい。チンコそんなに小さくねえ。普通だよ。浜瀬の大竹さんがいいチンコしてんなって言うの。何回も言うけどそれ。小さくねえし臭くないからね。めちゃめちゃ洗ってるから。めちゃめちゃしこるからその分洗ってるから。しこっちゃ洗ってんだから。しこっちゃ洗ってる。カッチャンで見たら言い方しますか。ね、しこっちゃ。しこっちゃ洗い。そのままだとね、正しいことですよ、ね。しこっちゃ洗い、しこっちゃ洗い、スポッチャで、しこっちゃ洗いで、スポッチャ、スポッチャで、しこっちゃ。スポッチャで、しこっちゃ。スポッチャで、しこっちゃ。急に太った。ラップじゃない。急に太っちゃったね。途中から太った。なんか、悪いことばっかり言うな、お前ら、本当に。ねえ、そうですね。私、バチョフは。リスペクトもね。口悪いわ、方形ども。あるのかもしれませんけど。方形どもがよ、口悪い。そうですね、方形なんですかね。はい。あれ、次。はい。じゃあもう一つ僕います。もう一つ僕が。ちょっと待ってください。僕読みます僕読みめって。それ別にいいじゃないですか。太らないように読んだんですから。やれよ、ほら。どこで散髪してんの、お前。やめてくださいよ。容姿やめましょうよ、もう。もう小学生じゃないんだから、そんな。着てるものとか、髪どこで着てんだとか、恥ずかしいです。袖の長さ、お前。中途半端だよ、お前。デブだから、お前。デブだから、サイズはできるけど、腕は普通の長さだから。めちゃめちゃ袖の長さが変だろ、お前の服は全部。やめてください。デブ特有の。袖長い。いや、それしょうがないです。どこを取るかですから。身幅を取るのか、着丈取るのかみたいな。ラッパーザキバチョフ。何回ラッパーザキバチョフ読んでんだよ。いい加減しろ、さすがラッパーだな。ラッパー。今入ってますね。ラッパーだけあって。はい。はい、友も彼女も作らずに、働いては寝るの繰り返し、悲しい人生の有吉、風俗の名前は釣り吉、もう少し夢見させてくれよ、このズル向けぼっち風俗まんじゅう。なあ、セクシー。何や？すげえな、お前。チャッパーだけばじゃ、いっぱい俺の悪口送ってくるな。出すか、イエロー、そろそろ。怖いな、これ。
コーナー書いてきたら、イエローカードか4枚。いや、アルバムできるぐらい。すごいですよ。あんまり入ってこなかったな、席のなんか。おもおもおもそんなに太ってないですもん。上手だったんじゃ、どっちかって言ったら。うん、まあそうですね。練習もしましたし。腹立つわ、ラッパーだけはちょい。俺怒ってるからな。あ、怒ってるんですか。謝るよ。もうやめる。それでは、ヒップホップのコーナーですね。リスナーのね、クソみたいなライムに、私の仏の有吉がフリースタイルで優しく対応しております。はい、はい、お願いします、はい。ラジオネーム、ナス太郎。ダサ。ナスだって。有吉天才ロックスター。誰もが恐れる軍人さ。チンコはズル向け男らしい。パンダ好きにギャップ萌え。そのルックスにみんな萌え。トークのセンスは別次元。これらが我らの有吉さん。いっちゃうちゃ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 いっちゃうぜいっちゃうぜ私はいっちゃうぜ引っ越し、引っ越しじゃないですかね。どっかで聞いたことあるなぁと。いっちゃうぜいっぱいいっちゃうぜいっちゃうぜおばさんってな。いい加減しよう。喧嘩しに来てんだお前。あんまり本音で語りかけてくるんじゃねえよ。バカがよ。テレドルだろ。はい。じゃあ次は。はい。はい、じゃあラジオキンキンクソ虫デブ男。ちょっと早いなぁ、有吉さん。僕じゃないんですよ。この方と戦ってほしいんですよ。インキンクソムシデブ男。ラッパー崎バチョフ。ラッパー崎バチョフ。タムシ、タムシ、タムシ。インキンクソムシ、タムシ。インキンクソムシ、タムシ。なんですか、この小学生のいじめみたいな。みんなで囲んで、やい、タムシみたいな。違うです。こいつと戦いましょう。クソムシ、タムシ、デブ、タムシ。クソムシ、タムシ、デブ、タムシ。クソデブ、タムシってなんだ。くっそ悔しいよ。よし。書けば書くほど汁が出る。汁は出ない。汁出るほど書かないです、俺。そんな皮膚めくれ上がるほど。かゆくないですから、そもそも。嘘つけかゆいだろう。かゆくない。かゆかないんだよ、あそこ。インキンクソムシデブタムシ。なんでそれだけ流暢に言えるんですか。インキンタムシデブタムシ。ヒップホップだと全然センス出さないのに、インキンタムシにどんどんスキル上がってんじゃないですか。なんでメガネの豚男。もう関係ない。インフンでない、まっすぐな悪口。インキンクソムシデブタムシ。だからそれは豚豚野郎。もうダメだ。強すぎる。一方的に一方的にターンが変更しない。もうダメだ、勝てない。これインキンタムシデブタムシ強い。アレさんがどんどん上手くなってる。じゃあ代わりに頼む、はい、ラジオネームラッパーザキバチョフ。なんかこいつめ。有吉は最高の天才。面白いトーク実に軽快。お笑いの常識すべて破壊。サンドリのボスに拍手喝采。なんてな、そんなこと言うと思ったか、まんじゅう。今、俺がディスってる最中、余白が多くて刻まれたクマ。その汚さまるで金玉のようだ。金玉ベース、汚いペニス。一から出直せ、この東京一人ぼっちじじい。やばい。席の気持ちがよくわかる。そういうことですよ。席の気持ちが痛いほどわかるぜ。やだ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 。ありがとう、ラッパー先輩。ありがとう。気になれ、もう本当に。ああもうだめ、これもうあれだわ。暴力団に頼もう。実力行使に。アメリカの暴力団に。もうそれマフィアとかじゃないですか。前半褒めてましたけどね。なんだ。あげないよ、このコーナー。悪いけど。あげない、このコーナー一枚もあげないから、ね。あら。もうで言っちゃったよ、あげないよ、こんなの。悪口言われてばっかりでよ。いや、でもこ次は多分褒める。いや、マジ賠償金欲しいぐらいだ。賠償金欲しい。揉めるな、このコーナー、なかなか。名誉毀損ってことですか、これ、ね。いや。次いきます。はい。ラジオネーム、エモペイ。毒舌キャラで再び参上。メンタル今ではかなり頑丈。あの日々思い出し、日進月歩。いつでもかますぜ、一心にベスト。そんな有吉、マジでリスペクト。うん、だから一つ聞かせて、これはリクエスト。昨日の晩飯何ですか？YO！ とんかつ。
いや、早押しクイズみたいな感じじゃないですか。慌てて、あ、トンカツみたいな。あと、なんか言わなきゃ、なんぼで答えなきゃいけない。なんぼで答えないだろ。早押しクイズみたいな。トンカツ。それも、全然早押しじゃねえ。押してからちょっと考えて。あー、もう最悪だ、恥かかされた。仕掛けられた。シュートだな、これ。いや、おかしい、前のアンドレ戦だ、ほんとに。シュート仕掛けたマッチですよ、シュートマッチ。来ましたね。じゃあ続きまして、東大志望の浪人生さん。脳なし、ーーーー脳なし、品なし、知性なし、ボーダーまた太る、放棄をなくした。太って見えるぞ、横ボーダー。そう。ヘイヘイヘイ。デーブ。デーブ。あ、やめて。デーブクソ、陰気に魂、死んじまえ。めっちゃうまい。なんでそれだけうまいっすか。メガネがうめいこ、メガネがな、はい、肉に食い込んでるぜ。デーブ。外せんのか、そのメガネ。おい、デブ。外せ、外せますよ。外してみろ。ほら。変な顔を言われた。コンプレックスの顔のこと言われた。くそ。本当に。ダメだ、俺には強い。デブの心筋デリケアエムズ。どこだ？普通は股間が熱くなる。熱くなる。熱くなる。そんな時にはデリケアエムズ。いいラップですね、ラップ。そんなのありそうじゃないですか、デリケアエムズの。これも書かずに直そう、デリケアエムズ。いや、僕言ってるだけで別に、言いを踏んでないんですよ。一生懸命デリケアエムズをヒップホップっぽくやってますけど、エムズじゃないんですよ。これ爆発的に売れるんじゃないですか、デリケアエムズ。こんだけ言ってたら。若い世代に広がってきますよ。フェミニーナ何個デリケアエムズ。いや、霜の薬にいっぱいなんか。しかないです、霜。霜の薬だね。フェミニーナ。強いな。なんか電気が消えたの、今。ほんとに。消えましたね。俺のライムがすごくて。すごかったですね。すごいですね。衝撃です。スタジオがちょっと暗くなりました、今。終わりまーす。ツイッターでさ、はい、伊藤聖子さんがさ、はい、今からね、はい、テレビとか、はい、そういうところにはね、はい、ラップやってるね、はい、今そのフリースタイルダンジョンとかに出てるような連中がね、はいはい、どんどん来るぞと、はい、芸人たちもしっかり勉強しないと大変なことになるぞみたいなこと書いてあったけど、はい、もう大丈夫だね、俺はね。いやいやいや、いやいやいや、そんな念仏みたいなやつ。こっちもやっぱりね、勉強してますから。まあそうですね。はい、ちょっと今流行ってっから、ちょっとそれ、やっぱ車に構えて俺やんねえよっていうよりか、こうやってやっぱりやってるんですね。小田急行。あれか、フリースタイルなんか出ない。最初は下手でもいいんですよ、はい、そうですね。まあ、確かに逆のことを言えば、うん、そのラップやってる人たちも我々がやってるようなテレビの世界に入ってきた時には、はい、それはそれでまだ素人な、はい、初心者なんだから、はいはい、それはそれでももうお互い勉強ですから。うん、そうですね。そうですよ、うん。だからラップのこと笑われたら俺もやっぱりブチ切れますしね。はい、もうその向こうだってやっぱそのバラエティのこと舐めてきたらさ。まあそれは、まあそれはね、うん、お互いです。お互いそういうことですか、ね、そうですね。お互いガイガイ、互いお互い。お互いガイ。お互いガイ。あ、来、新作ですか、俺は。リリース。いいから。やれよ、早く。いきます。あ、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。またかよ、お前クソ野郎。マグカップもらって俺怪獣、有吉こそお笑いの怪獣、有吉産んでくれた親にサンキュー、お笑いの腕は日本一、チンコの綺麗さ世界一、アナルの大きさ宇宙一、最高の男、それが有吉よ。おやるじゃねえか。やるじゃねえか。やるじゃねえか、ずだな。やるじゃねえか。ケツの、あれやろ、宇宙一。宇宙一って、褒めてねえか。あれ蓋がないってことですかね、もう宇宙一って。漏れ放題。漏れ放題。漏れ放題、吸い放題。吸い放題。帰ってきたな、これ。はい、こうラッパーで、はい、ちょ、いやだな、それ全然重いから、そいつの外見知らねえから、俺めちゃめちゃ文句言えねえわ。暇、毎回毎回送ってきて暇だな。はい。じゃあ次は。
はい、じゃ続きまして、はい、ラジオネーム、さよなら太ももかい。インキンボーダー。有吉。インキンボーダー。インキンホーケー。インキンホーケー、ドンホーケーちょっと待ってください。インキンホーケー、ドンホーケー Don't forget! いや、ドンホーケーじゃないじゃん。誰だ Don't forget! Don't forget チンポ Don't forget! 誰だ後からついてくるやつ。フリースタイルで仕掛けられてますから。フリースタイルで、俺正義さん。俺と戦っちゃダメです。さよならと戦いましょう、この太もも隊と。ジメジメチンポ。ジメジメチンポですけど。脇汗またずれ、デブ。なんか続きそうだったじゃないですか、今。なんですか、ジメジメチンポとか。脇汗。いや、脇汗は書いてないですよ。またずれ。もうまたずれはしますよ。読んじゃダメなんですか、これ。え？いいですか、読んで。ちょっと待ってください。何ですかこの、先に動いた方が負けるみたいな、すごい緊張感。五の線だな。五の線それ取られたらもう勝てないですよ、だって。税金で陰金の、税金で陰金の様子見に行ってんじゃねえぞ。別に国の金で陰金を見に行ってるわけじゃない。陰金沿いですか、陰金の。陰金沿い。陰金、僕は陰金沿いじゃない。陰金沿い。なんだシンプルに田島陽子に怒られる懐かしいな、テレタク陰金ぞえぞえ陰金ぞえぞえやめろやめろなんかその呪い歌みたいなのでデーブちょっと僕はもうだデブの陰金クソホーケー Don't forget 誰だ後からついてくるやつ誰だこれ来月の曲になりますねこれこれは確実に誰か倒してくれよこの人早く歌えよいや歌えよいいんですかいやないちょっとだけ落ち込むから、はい、わかりましたラジオネームラッパーザキバチョフいな有吉本当に面白すぎその器のデカさマジで大気全員笑わす笑いのヒットメーカー有吉なら取れるぜお笑いの天下なんて言うと思ったかパンティーストッキング履いた自分に興奮。ひどいドシモネタにそれわかる。お笑いで売れても有吉はただ変態。性犯罪でそろそろ引退。いい加減しろいつ送ってきたんだ、ほんとに。金曜日の9時42分に送った。なんでお前俺がパンストの話してるみたいな、ま、お前。予言者か。完全に、すごいですね。金曜日にもう予言をしてますから。だけど、はい、もうほんとマジイエロ出すぞ。いや、俺はでも、バトル、リスペクトバトルですから。ほんとフリースタイルで対決ですね。尊敬も含めてですから、はい、尊敬は多分あると思いますよ。仕事なんやってんのか知んないけど、どうせ無職だろ。バカ。バカ。バカラ、バカ、バカラッチョ。バカラッチョ。バカラッチョ、ハゲラッチョ。歌えよ、早く。わかりました、わかりました。もうこのコーナーもやめなきゃな、そろそろ。いや、でもやっぱライバルたちいっぱい来てますから。続きまして、美は乱調にありさんから、ね。そんなことねえわ、バカ。デブ。デブは暴食にあり。広島が何食ってるか知んねえけどよ、脂身、脂身、脂身で、背脂ラーメン飲んじゃった。いや、いいでしょ、別に。飲んでもいいでしょいきなりステーキ滞在5時間。立ち食いなのね。のんびりステーキだろ、そりゃ。なんでデブのヒップホップだけ上手なんですかお前のせいで電車はぎゅうぎゅう。ここに繋がってくる。あー絶対試着をしないでくれよ汗と陰菌つくからな回答から誰だ今のスネイナイツドリーマーさっきちょっとビワランチョに途中でペンネームだけ言ってあれだったら何だったんだよ、はい、いやヒップホップでやっぱりこう有吉さんのことをやっぱり、うん、ちょっとさらって読んでやって、うん、いいですかビワランチョにアリさん、うん、広し広島が生んだ風雲寺正直ただの童顔寺寺テカッタツらしって気持ち悪い10年もたちゃ身のもんたおちんあゆを取った今見かけ倒しのうぶちんこ
皮だけ剥けててかわいそう。風俗以外で使い道なし。実家で使った熊の筆。夜な夜なケツに突っ込んどけ。めーん。よー。はい、もうイエロー。イエロー。イエロー、イエロー。これイエロー。ふざけんなバカ。申し訳ない。嫁と言うから読んだのに。読んだらカードを出されたよ。